どうも、ケネスタイルラジオ。今収録終わりまして、こちら YouTube の方に上げさせていただきます。今日ゲストに来ていただいてですね、大先輩でございます、角木主婦の藤井輝夫さんです。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。藤井です。この今日の台本がもうここにあるんですけども、角木主婦さん、藤井輝夫さん来ていただいた、創業天明8年、これ素晴らしい、お話を今日ラジオで話させていただいたんですけれども、まだ話し足りないことがあるかもしれないっていうことで、あとですね、話し足りないんじゃなくて聞き足りないことがあるっていうから僕は付き合ってるんです。そうです、はい、聞き足りないことがありますので、はい、ぜひ聞かせていきたいなと思っております。まあ率直に今終わったんですけども、はい、どう、感想としてはどうでしたか？まあまあ、短い時間の中でお伝えしたかったことは 72% 伝えられました。本当ですか？はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、あと僕が、この聞き足りないことということで延長戦なんですけども、なんなりとやっぱりあれですか、錦市場で、はい、こう8代続くことの、うん、なんか難しさとか楽しさとかってありますか？実際僕が8代目であるっていうことは事実なんだけど、はいはい、偉いのは親父が偉くて僕に継いでくれたこと、店を残してくれたこと、はい、先祖がずっとこの店を僕が今動かしてますけれども、そういうふうに残してくれたことがすごいことで、僕がやってることはその僕が今なんていうんですかね、自分の思いでやってますけれども、そんなに大したことはなくて、これを誰かにバトンタッチじゃないですけど、はい、した時に僕が評価されるんじゃないかなとは思うんです。だから僕は今何にも、もう今目視シュシュシュとこう先祖が引いてくれた、はい、その線路をこう走ってるだけ、だから僕の友達とか、はい、例えば就職の時に就職活動でむっちゃ苦労してるじゃないですか。あ、みんな苦労しますね。ね、でも僕全然その時も遊びほうけてて、いや僕も言ったら家の仕事潰しみたいな感じで、でもそっからもう言ったらお前苦労してんなとか、自分でもう道切り開いて偉いなとかって言ってその友達に言うんですよ、はい、じゃあそうすると友達は何言うてんねんと、お前の方がその代々続くその何て言うのその老舗を継ぐなんてもうしんどいやろって言うねんけど、僕はそうはあんまり思ってなくて、はい、だからそのほんまにその親が敷いてくれた、先祖が敷いてくれたその線路をちょっとでもこうなんとかゲージやったのをちょっと大きいゲージにしていこうかなぐらいしか今も思ってないんで。そうなんですね。だからその僕が与えられた仕事っていうか、まあそこに生まれたからね、はい、うん、でも僕これしかできないし、うん、だからほんまにその細かいことも要せんのですわ。もうだからもう酒屋しかできない。だから僕はそのまあちょっとその音楽もやってる、まあそれはもう全然趣味ですけど、だから僕は自分のことをギターの弾ける酒屋さん、だからとにかく酒屋さん、でも 何をしても酒屋さんなんですよ。はいはい、ね、まあ、今日もだからラジオに出てる酒屋さん、うん、ならライブをしてもギターを弾いてる酒屋さん、一番かっこいいです ね。だからそのスキーに行ってもスキーを滑る酒屋さん、っていうような感じと僕は自分で思ってる。でもそれこそその聞きたいなと思ったのは、ラジオではやっぱりその錦市場で、うん、まあ、今日の台所ってすごい市場で、うん、そこにしかないものもあるし、うん、そこの空気もあって、うん、で、まあ藤井さんが自分で、探しに行って、自分でいいものを見つけてきたりとか、うん、まあ、いろんなスタイルがある中で、やっぱりそのこの YouTube で聞きたいのは、うん、1個には絞れないと思うんですけど、ほう、おすすめというか、こうやっぱ1個には絞れないと思うんですよね。あかんわー、質問や。じゃあね、きつい質問だ。いやじゃあ違うのよ。はい、僕にとってはこれが一番でも、あなたにとってはこれは全然あかんかもしれない。あ、なるほどね、はい、だからそういう風な、さっきのラジオもそうなんだけど、うん、こう乗り越えてきてくれたら、はい、じゃあ今日いつ飲むのとか、うん、今日誰と飲むのとか、はい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 、ね、どういう人が来んのとか、はい、でその時に友達が今日友達とたこ焼きパーティーやねんと、はい、
たこ焼きパーティーするさかいその酒くれやっていう風に来てくれはったら、ほなたこ焼きに合うお酒を紹介するし、それめっちゃ嬉しいっすね。今日はその例えば友達が氷見からこんなブリ持ってきょんねんって言ったら、ほなその氷見のブリに合う酒を紹介するし、あそれで今日は一人であのこの映画見ながらじっくり飲みたいねんっていう風に言ってくれたら、はい、あのそういうお酒をそういうスコッチだになんなりするし、で今日はそういう気分やねんって、ほなもうバー行きなはれって言うしなるほど、うん、だからそのまあ僕はさっきも言ったように酒屋さんなんで、はい、酒のことに関してあったらどんな相談でものこのニーズを叶えるんじゃなくて、うん、その場に合わせた酒がもう言うたら これがあるしみたいな、なんかその酒中心の生活みたいな、はい、そんなんが僕は理想だけど、はい、まあ、酒屋さんなんで、うん、だからでもそのこれ一本って言われたら、うん、だから全部愛してる 酒なんで、そのうちに置いてあるやつは ね、うん、ね、だからそこで一番なんては決められへんし、当然だから僕の一番も唐川さんの、はい、あの言ったら一番じゃないかもしれないし、わかりました。じゃあもう僕今弾いてた時にそうだと思って、うんうん、やっぱりたこ焼き食べたいとか、うん、それに合うやつっていうことを、うん、やっぱりお店に行って、うん、ちょっと話そうかなと。あ、ぜひ、はい、ぜひぜひ。まあ、僕もでももう一個は決めてるんです、うん、お肉に合う肉ね、はい、でしかもそのお肉は割とその焼く方向のやつに合うお酒を買いに行こうかなと思って。もう頭の中では決まってるんです、もう今。あ、マジですか。して、はい、ただじゃあもっとなんか面白いことで、それどこの牛なのっていう話よ。確かに、うん、だからあの近江牛なのか、はい、神戸の肉なのかとか、山形の肉なのかとか、いろいろあって、でもねそれってじゃあなぜ合うのかとかってあるけど、もう全部僕のいやそれはもうそのなんていうの、嬉しい、それ嬉しいです、判断のみ、はい、だからもうめっちゃこじつけもあるし、例えば近江牛ですとかって言ったら青な滋賀県の松の塚さんかなと思うし、ね、山形牛かなとかって言ったらうーんせいな大山が合うかなとか、うん、まあ、僕の経験上じゃあね、ある店でこれ食った時にこれ飲んだのがうまかったとか、そんないろんな経験でな、もう騙されたと思ってこれ飲みなはれって言って渡すから、それを騙されて飲んでください。絶対間違いないから。めちゃくちゃ楽しみですね、うん、だからでそのなんていうの、これまずいかもとか合わへんかもと思って、まあそれも楽しみなんかもしれんけど、これ絶対合うしって言って太鼓判押されたら、なんかそれだけでこうもうスポッと開くじゃないですか、これ大丈夫かなとかって開くんじゃなくて、だからもう絶対大丈夫やしって言って僕は進める。それで言うと、うん、僕がもっとこう通わせていただいて、うん、例えばハードルを超えてったら、僕じゃなくて誰々の誰々にあげたくて、でこの人がこういうのがお好きで今度誕生日でお渡ししたいんですけど、うん、みたいなのも、あ、もちろん、あ、もちろん、だからそれも言うたら誕生日のプレゼントで渡すのって、うんうん、もらう人よりあげる方が嬉しいじゃないですか。はいはい、あげたいっていう、ね、うん、こんな選んできてん言うて、はい、もう そこまでもう相手のことはわからない、それはそうやん、ね、うん、でもこのあげる人の笑顔が素敵やったら、もらう人も絶対素敵じゃないですか、うん、だからそんな感じで、だからそのプレゼントするにでもなんかこんな感じの人にこうあげるんだけどとか、これねちょっと言って、そこはもう僕の独断で決めますが、はい、それも言ったらその当てずっぽうで決めるんじゃなくて、おかげさんでそういう経験もさせてもらってるから、うん、そういうのをの基づいた僕の独断で、いや嬉しい、その独断が嬉しいです、うん、でしかもさっき聞いてたらそこまで詳しく聞いていただけるっていうのが、そうなんだ、逆になんかこう、うん、もうなんか困ったら行こうみたいな、まあそれをね、まあって言ったら今めんどくさがる人もいるし、その人とのコミュニケーションがすごくやっぱり嫌な人もいるし、いろんな人がいていいと思うけど、うちに来る人はそういう風にして買いに来てほしいなと思います。だから僕のせいだけど、
あの店にね、はい、まあ、今日も収録で店も今仕事をしてるけど、はい、店を開けてきてるんです。すいません、なんかすいません、いい日の時があるんで連絡してくださいとは思います。いない時は違う方が、まあまあ、はい、僕がまあまあ言うたらそういうふうなイズムをね、はい、教え込んだ店長とかもいるけど、うんうんうん、やっぱり、ね、僕の方がいいんじゃないですか。確かにですね、そのお会いしたことないですけど確かにそうです。、はい、皆さんこれ見てる方、錦市場、角木志保さんで藤井輝夫さんがいるところに行っていただけたら、好きなお酒、はい、どんどんこう言ってです、ハードルを超えてですね、ベースとベースで会話をして、自分のお酒を見つけていただけたらなと思います。お待ちしております。本日は藤井輝夫さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。嬉しい。